どうも皆さん、こんにちは。クソニートです。ということで、今回なんですけど、ですね、現在時刻、こんな感じで、1時10分ちょい過ぎ頃になるんですけどね、はい、今さっき起きました。おはようございます。はい、ということでですね、今回なんですけど、こちらの企画ですね、1年半分になるかなと思われます。ということで、やってまいりました。今回やっていく企画が、男子高校生の廃墟と化したお部屋紹介。はい、ということでですね、なんか俺目がなんか黒光りしてんな、これゴキブリみたいだぜ。ということでですね、今回なんですけど、昔にねやった企画のリターンになってしまうんですよ。まあネタがないのでね、はい、僕ですね、昨日ね投稿されたヒカキンさんの動画でですね、なんとヒカキンさんが20億円の、新居を借りたということでですね、やべえと思って、そのルームツアーの動画僕50分全部見たんですよ。いや、やべえなと思って、マジで、いや本当に夢のマイホーム、ガチで憧れる、もういつでも夢を見せてくれる、さすがねヒカキンさんだということで、まあそれに便乗してね、僕もルームツアーをやっていこうと思います。あと、閲覧注意なんですけど、マジで1ミリも掃除してなくて、いやでも逆にね、思わないっすか？取り繕って、普段ばっか汚ねえのに綺麗な部屋を見せたとこで、それはリアルじゃない。やらせやらせ。セラヤです、セラヤ TV。これで編集なんとかなるから。編集でなんとかすればいいから。ってなっちゃうんで、まあやっぱりね、それは良くないなということでね、まあリアルを全部見せていこうと、いうことでですね、しっかりとね、部屋の全貌、何も掃除してない僕のお部屋を紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。なんかやばいもん映ってないよね。多分、OK。はい、ということでですね、こちらがドアになります。あ、もうピントがボケすぎて、ここを開けて、僕の部屋が始まりますね。はい、よろしくお願いいたします。今回ルームツアーをしていきます。はい、こちらの部屋になりますね。はい、ということで、じゃあまずは入ってすぐのところから紹介していきましょう。ここなんですけど、ここはですね、まあカバンがあったりだとかって感じっすね。まあリュックがあったり、まあリュックにこついてたりとかね。もうここはね、見てください、これもう神的バランスでこの階あれ立ってるんで、でこの上見て、このハンガーひどいでしょこれ、うん、これ見たらわかるんですけど、これもうね、原型をとどめてないんですけど、まあ、神的バランスでここにつけておいてもらって、まあ明らかにこのね、重さに耐えきれてないです。服とか、カバンとかかけすぎて、ハンガーは変形してるんですけど、まあその神的バランスを保ってもらっている場所ということで、はい、ここですね。いや、本当にひどいと思う。で、こちら。こちらに行くとですね、僕が最近ちょっと購入したね、柄シャツが売っておりますね。はい、それ売ってるじゃねえ、置いてありますね。はい、これ友達とかに、その柄シャツ出せって言われるんですけど、俺はちょっと好きなんでね、なんか買ってます。はい、まあ映ってないんですけど、ここにはね、制服とかがね、裏にかかっておりますよ、ということでですね、まあそんな感じですね。で、まあ、こっち側に入っていきます。こっちゾーンなんですけど、ちょっとやばいぞ。やばいぞ、これ。はい、デスクに行きます。はい、デスクに行くとですね、まず服がかかっていて、で、まあ服があってね、まあこんな感じで、まあリプトンの残骸が落ちてたりとか、今さっき食べたお昼ご飯の皿があったりとか、はい、で、ここには、グラサンあり、メガネあり、琥珀、待って、いつのだこれ。まあ特級呪物あり、みたいな感じでね、まあいろいろ置いてありますね。まあここでいつもゲームをしたりだとかね、配信をしたりしております。はい。まあ、こんな感じですね。一応トリプルモニターでやらせていただいてるんですけど、で、ここにね、パソコンがありますね。はい。このゲーミング PC があって。で、これはちょっと、ちゃんと片付けるんで。今度ね！で、こっちに行くと、プレステ5あり、ヘッドホンあり、で、またリプト、ちょっと待って、このリプトの中身入ってんぞ。特級呪物ありっていう感じで、いろいろ置いてありますね。で、これね、ここにあるのはこれワックスですね。これアルミの面、ハードバーム。ってやつなんですけど、確か俺の記憶が正しければ、はい、そうですね、中身入ってない空です。マジでやばいよ、これ。持てないよ、これ。で、まあ、ここに今、ルービックキューブ、GoPro、財布、イエラン。ああで、あと、これ、リスナーさんにいただいた、ハンディの扇風機があったりとか、で、なんでメイク落としがあるんだ？わからないですね。はい、メイク落としあり。で、iPad あり。これはね、僕が飲んでる、バルクスのプロテインが置いてありまして。
まあそんな感じでね、この辺にもいろいろあって、まあおしまいというですね、デスク周り、ここももう本当にひどい状態になってる。うん、ちょっとそろそろ掃除しようかなって思います。はい、まあ部屋掃除やりますよ。ああ今度ね。で、そしたら続いて、こちらのゾーンに向かっていきます。じゃじゃんと。こっちに来ると、僕が UFO キャッチャーで撮ったリゼロのね、レムの、フィギュアがあります。はい、こんな感じですね。はい、なんかめっちゃ簡単に撮れちゃったんで、ちょっと欲しい人いたら言ってください。よろしく。で、続いて、はい、まあそんな感じで、ここら辺もちょっと待って、やばいな、待って。想像以上の仕上がりようだな。ちょっとマジでまずい。いろいろあります。もう何でもあります。僕の家は。はい。逆にね、何でもあるんで、まあ別になんか欲しいもんがあったらね、まあ好きに来てくれたらね、まあいいですよ。ね、まあドライヤーあり、なんかの薬、バファリン、で、コンタクト、ワックス、んで、落ちた。サングラス。このグラサンね、結構俺気に入ってて、なんかどこのですかってよく聞かれるんですけど、これあれですね、GU のサングラスでございます。皆さんマジおすすめなんでね、L2 のリスペクトで、買ってみてください。はい、そして、ここに来たら、はい、ここに来たらですね、はい、ここはですね、僕の、よくね、朝、ね、ルーティン動画とかで映ってる、ここですよ。この画角になるところね。俺が見てるのは、こんな感じのね、視点になっております。ここに、ワックスがあり、スキンケア、化粧水とか、ま、いろいろ置いてあったりとか、朝の準備は大体ね、ここでしてますね。はい、こんな感じで、この辺でやってっております。ガチで汚いな。で、まあ、こっちには、ま、いろいろありますね。マスクがあったり、アルコール消毒、ケープ、いつのかわかんないスプラッシュマリン、シーブリーズ、マスクあり、だったりとかね、まあそういうものがありまして、で、裏の方に行くとですね、はい。まあこれ映せないんですけど、家族がくれたね、僕が受験生の時に家族が書いてくれた寄せ書きがあって、あとディズニーのカチューシャなり、黒みのカチューシャだったり、あと、ちいかわになった時のカチューシャだったり、ね、いろいろ置いてあります。で、ここにはですね、半名琴さんのサイン、ラジオ川越に、出させていただいた際の、お二方のサインがあったりだとかね、あといとこが書いてくれたね、色紙のね、絵があったりだとか、まあいろいろ置いてありますね。で、ここには、原神のガチャガチャでフルコンプしてしまったのと、あと、乙骨書いたりとかね、まあいろいろありますよ。はい。で、ちょっとここなんですけど、はい、ちょっと映せません。はい、というわけでですね、こっちに来ると、姿見がありますね。はい、姿見、まあこれ一応なんかタンスみたいになってるんですけど、まあ、見ての通り、まあこんな感じで塞がってるんで、もちろんね、開かないです。で、ここにはですね、パーティーボックス、310。パーティーボックス、ありますよ、これ。これ、僕がもう愛用してるスピーカーです、スピーカー。つけて、ね。で、もう流すだけですよ、音楽を。てな感じで、ぶち上がれるパーティーボックスが置いてあり、これはですね、企画で使うものがあり、百味ビーンズで、ここにはよく着る服が置いてあります。もうなんなんこれ。えぐいぞこれ。おーい。もうこれ人が住むってレベルじゃねえぞおい。もう物売るってレベルじゃねえぞおい。なんでこれこういう現象が起きるかっていうと、逆によく着る服だったりとかよく使うカバンなんですね、ここにあるのは。で、まあここにも段ボールとかちょっと置いてありますけど、はい、ね、ほら、ここにね、ショルダーバッグですよ。これ GU で再販されたね。ネットマジで欲しかったやつ、このカバン、ようやく買えたんですけど、もうこのありさま、下に行くとですね、あ、ちょっと俺のパンティーが映ってしまってるな、ダンベルがありますね。はい、ダンベルこれ筋トレするときに使ってますね。ちょっとその、筋トレ一応、この動画からね、筋トレ一応ずっと続けててですね、まあまだ全然、軟弱な体なんですけど、一応ね、頑張って続けております。はい、で、そしてですね、まあこの辺はまあもうダークサイドということで、まあ学校で使ってるカバンがあったりだとか、
待って、ノースフェイスがこの形になることないよね。これ本当にやばいことしてんな。これもう、かれこれ3年以上使ってるカバンなんですけど、もう、このノースフェイスは四角くないですね。はい。なんかね、心なしか、あと防水のあれもなくなってきてる気がしますね。はい。ということでですね、まぁ、こんな感じで一通り見ていったわけなんですけど、ここがですね、16歳、御年17歳になる、令和を生きる男子高校生が、住んでいるね、ゴミ屋敷となります。はい。てなわけでですね、以上で私の、20億円の新居のルームツアーを、終わりたいと思います。はい。ということでですね、皆さんもよかったらね、この夏、お部屋の断捨離だったりとかね、部屋の掃除とかしてみてはいかがでしょうか。こうはならないようにね、頑張りましょう。てなわけでまた次回の動画配信でお会いしましょう。バイバイ、さよなら。おつにんにょ、バイバイ。俺も豪邸に住みたいな。